明日からミニスキー登校です。なんでお父さん帰ってこなかったんだろうね。小さい頃から競争ばっかり、勝っても負けてもどうにもならないものだってある。よろしく。久しぶりの日本楽しみだわ。私に負けなどありえません。久しぶりね。楽しみだわ。勝つとか負けるとかよりも大好きな人が喜んでくれるかどうか、そっちの方が大事でしょ。何がミニスキーだよ。だから嫌だったんだよ、北海道転勤とかさ。静かにしろ。僕も登校してたんですよ、学生の時ミニスキーで。この部屋寒いんだけど。お、いいじゃねえか。久しぶりおじさん。やってんのか。ミニスキーの全道大会が復活するということで。私にお任せくださいませ。アキラ、出ればいいじゃん。いいよ。外国人留学選手、タイ。手をつかむより大便つかんだ方がいい。西高はさ、助っ人外国人呼んできてるって言うじゃないの。何よ今の。どうして最後まで勝負しないのよ。勝ちたい勝ちたい勝ちたい。絶対に私が勝つ。